100億契約決めたら社長を交代するぞ。俺を高卒だと思い込んで学歴を理由に俺を見下す社長。確かに無能と呼ばれ、窓際社員の俺に普通なら100億の契約なんて無理だろう。だけど俺ならできる。わかりました。その言葉、二言ありませんね。そう言うと社長は一瞬不愉快そうな顔をした。しかしすぐに俺を見下したように笑う。どうせ無理なのに何意気がってんだ。せいぜい3日間震えながら働くんだな。俺にそう告げて自分は打ち合わせに行く社長。さてこうなってしまっては仕方がない。俺も宣言通りやらせてもらおうか。3日後、社長の顔が青ざめることになる。俺は長岡雄介、30歳になった普通のおじさんだ。俺は今小さな会社の営業マンとして仕事をしている。小さいとはいえうちの会社には優秀な人材が揃っていると思う。同僚は某有名私立大卒、先輩もそれと同じくらい。上の人たちも超難関大学を出ている人が多いらしい。そう考えると俺はある意味浮いてるな。俺は高校卒業した後、訳あって日本を出なければならなくなった。しばらくアメリカで過ごし、日本に帰ってきたのは5年前のことだ。そして今の会社に入ったのは1年前のこと。できるなら君の実力をうちで発揮してほしい。俺は、もちろん君の気が向いたらで構わない。俺なんかを受け入れてくれた当時の社長には感謝しかない。ちなみに帰国した後の数年間は父親がやっていた会社で営業マンをやっていた経験がある。頼りにしてるぞ。任せてお父さん、アメリカでの経験を生かしてみせるから。最初はそんな風に笑顔で言い合うくらい順調だった。父の力になりたいと俺は自分の力を存分に発揮しているつもりだったのだ。しかしある事件が起こったせいで会社は倒産。俺は転職を余儀なくされ、就活の末に今の会社に入った。長岡さん、お疲れ様です。これお裾分けです。わ、ありがとうございます。社員は優しい人ばかりで、大きい会社じゃないからガツガツもしていない。のんびりとある程度の仕事をして、就業時間が終われば残業せず早めに帰って好きなことをして休む毎日。かつて夢見ていたような生活とは違ったが、これはこれで幸せかも。そう思い、俺は充実した毎日を送っていた。ある日、夕食の時にテレビを見ていると、ドキュメンタリー番組をやっていた。テーマは親子の絆。事故で母親を亡くした父子家庭の物語である。最初は食事のお供として見ていたのだが、お父さんがいれば大丈夫だよ。しばらくすると過去のトラウマがよみがえり、辛くなってしまった。ついに耐えかねてしまい、俺はチャンネルを変える。たまたまやっていたお笑い番組を見て気を紛らわせることに。普段はお笑いなんて興味がないのもあってあまり見ない。だけど今日だけは面白く感じた。いや、無理して面白いと思おうとしただけかもしれないな。そうつぶやいて俺は思わず苦笑した。俺にはどうしても忘れられないことがある。それが自分自身の枷になっているのは分かっていた。それからも俺は今の会社でいつも通り仕事に取り掛かっている。今日の仕事は資料作りだ。おやおや、長岡君はまたデスクワークですか。打ち合わせとか商談とかそういう予定はないのかい。すると同期に声をかけられた。俺は彼に笑顔で答える。うん、今日はフリーなんだ。その言葉の通り、俺の今日のスケジュールは空き。それどころか、ここ数日はずっと事務所でのデスクワークだった。へえ、
俺が今日会ってきたお客さんは怖い人でね、羨ましいよ。座ってキーボードを叩くだけなんてさ。あはは。そう言って笑う同期。これが嫌味なのは重々承知している。それでも俺は笑ってごまかした。俺はいわゆる窓際社員である。大きな成果を上げることもなく、ただ簡単で安定した細かい仕事をやっているだけ。長岡は本当にいるだけで何もできないな。上の人からも無能だと評価されていると自覚しているし、それで十分だと思っている。あー疲れたと言って自分のデスクに座る同期。そんな同期のパソコンをちらっと見た。これから議事録作成にかかるのか。ああ。彼の答えを聞きながら俺は時計を見る。現在の時刻は18時、つまり定時だ。大変だね。じゃあお疲れ様。俺は彼の業務を手伝うことはなく、そそくさと退勤した。これで手伝いますとか言えねえのかな。無駄無駄。それに長岡に手伝ってもらっても大した戦力にならねえだろう。確かに。俺は上の人だけでなく同じ立場の仲間からも無能と認識されるように動いていた。わざとだった。これでいいんだ。そうつぶやき、俺は会社を後にする。ある日のことだった。戻りました。あ、社長。俺が外回りから戻ると、社長である岡部光太郎社長が事務所で談笑していた。話に夢中になっており、俺の存在には気づいていないらしい。今度来る新人の学歴聞いたか？あの難関大学だってさ、きっと優秀なやつなんだろうな。お疲れ様です。今度来る新人の学歴が素晴らしいものだと喜んでいるらしい。俺はそんな社長に一言挨拶し、自分の席に座る。仕事は順調かな、長岡君。そこへ岡部社長が声をかけてきた。それに嫌な予感がしつつも俺は話を聞くことに。長岡君、聞いていたと思うが、今度来る若い子は私と同じあの難関大学を出ているんだ。ところで君はどうだったかな。岡部社長が何を考えているのか俺にはわからない。彼はどうしてかニヤニヤと笑いながら言ってきた。それに説明しようと俺が口を開いた時、私は、いやいや言わなくていい。思い出した。岡部社長が俺の言葉を遮った。そしてバカにしたように俺を見てくる。俺は内心ため息をついた。岡部社長は俺の学歴をよく嘲笑うのだ。実は岡部社長は最近新たに社長に就任した。前社長は闘病の末に他界している。前社長は一人っ子で、さらに子供もいなかった。そのため彼の甥が会社を引き継いだ。それが今の岡部社長である。いつか君の実力を発揮してほしい。俺が面接しに来た頃にはすでに闘病中で、俺の採用を最終決定したのは代理の役員だった。採用の時にそう声をかけてくれたのもその代理の役員だ。そのため岡部社長は今いる社員の採用には関与しておらず、かつての採用基準をあまり気に入ってないらしい。君、最終学歴は？岡部社長は学歴主義なので、暇さえあれば社員の学歴を聞き回って楽しんでいる。この会社は小さいながらも優秀な人が多く、高学歴な人も結構いるのだ。そんな人たちには岡部社長はニコニコし、そうでない低学歴の人にはニヤニヤする。俺はそのニヤニヤされる側の人間なのだ。君は確か高卒だな。そう言って笑う岡部社長。ですから私は。面会は不要だ。否定しようと声を上げるが、それも遮られてしまった。先代社長はどうして高卒なんて採用したんだ。まったく困ったものだよ。そう言って高笑いをしながら岡部社長はいなくなってしまった。言いたいことはある。
だが正直面倒なので、まあいいかと諦めた。長岡君大丈夫？あんなに言うことないよな。仲良くしている仕事仲間はそう言って俺を慰めてくれる。いいんだよ、実際俺は無能なんだから。それに対し俺は笑顔でそう返した。俺は仕事も遅いし成果も上げていない。外回りの頻度だって少ない。そんな俺が学歴至上主義の社長から高卒なんだから無能なんだろと笑われて当然だと考えていた。数日後、今日からお世話になります、石川理香です。例の新人がうちの部署に来た。第一印象はおとなしそうな女性。しかし瞳は芯の通ったまっすぐなものだった。彼女はあの難関大学を卒業した優秀な新人だ。岡部社長は彼女を満面の笑顔で紹介する。彼女の教育係はうちの中でも高学歴の先輩だった。だから俺に関わることもないだろう、そう思っていたのだが。長岡さん今は何を？え、今は次の会議の資料を作っています。見てもいいですか？あ、はい。なぜか彼女は俺に絡んできた。岡部社長が自慢した通り彼女はとても優秀で早々に独り立ちした。そんな石川さんはなぜか空いた時間に俺の仕事を学ばせてほしいと言ってくるので正直困惑している。どうしてそこまで俺に？実は知り合いから長岡さんのことを聞いているんです。その知り合いは彼女に俺のことを優秀だけど実力が発揮できていないと話したらしい。内心余計なことをと思いながらもどんなことでも吸収しようという彼女の姿勢に負けて俺も教えてしまう。このことが岡部社長にバレてしまえば厄介なことになる。どうかバレませんようにと心の中で祈った。それからしばらく経過した頃、今月の売り上げなんだが見ての通りうちの業績は下がり続けている。朝礼で売り上げの話になった。グラフを見たところ、数ヶ月前から売り上げは右肩下がり。その下がり方は肩というより崖のようだ。わざわざ言うことではないだろうが、社長交代したあたりから下がり続けている。個人ごとの営業成績を見ると思った通りだな。そう言って笑った岡部社長だが、すぐに真顔になって俺を見た。このままでは我が社の存続に関わる。無駄は削っていかなければならないなあ、長岡君よ。岡部社長はそれだけ言うと、あとは真面目な話に戻った。朝礼が終わると俺は岡部社長に社長室へと呼び出された。なんで呼ばれたか分かっているな。そう言ってにやりと嫌な笑みを浮かべる岡部社長。確かに俺は呼び出された理由を察している。ここでわからないほど鈍感ではない。業績が悪化しているので無駄を削るためですよね。さすがに高卒無能でも理解できたようだな。そう、その通り。君はクビだ。しかし私も外道じゃないのでね。その言葉に内心、人のことを学歴で否定するのは外道じゃないのかと思いながらも、俺は岡部社長の話の続きに耳を傾ける。そんな俺に彼はニヤニヤと笑った。高卒無能のお前にチャンスを与えてやろう。その言葉が理解できず俺は首をかしげた。チャンスってどういうことだ？3日だ。3日以内に契約を取ってこい。そうしたら首は撤回してやる。まあお前には無理だろうがな。窓際社員の立場に甘んじいていた俺としても、職を失うという面倒事は避けたい。かつての転職活動の経験からもう勘弁したいと思っている。わかりました。無能のくせにやる気だけはあるみたいだな。どうせ無理なのに。そうだ、その契約が100億円だったら何でも言うことを聞いてやる。社長という立場を交代してやってもいい。俺が承諾すると
岡部社長は笑いながらそう挑発してきた。100億契約決めたら社長を交代するぞ。100億の契約か。俺の脳裏にある人物がよぎった。わかりました。その言葉二言ありませんね。俺の言葉に岡部社長は一瞬だけ不愉快そうな顔をした。しかしすぐにまた見下したような笑いを浮かべる。どうせ無理なのに何意気がってんだ。せいぜい3日間震えながら働くんだな。そう言い残し自分は打ち合わせがあると出かけてしまう。誰もいなくなった社長室で俺は天井を見上げる。これまで俺は無能窓際社員という立場を選んできた。小さな会社だし売り上げも安定してたから油断していたが、ここへ来て会社が傾いてしまったらしい。それにクビにされてしまうとなると話は変わってくる。やるしかないか。そうつぶやき俺は社長室を出てあるところに電話をかけた。さてあの社長を驚かせてやろう。そしてあっという間に岡部社長指定の3日が過ぎた。さあ約束の日が来たぞ。岡部社長は事務所にやってきてすっかり俺にクビ宣言する気満々らしい。危機とした様子で俺に視線を向ける。長岡くん。事務所のみんなの前で俺が呼ばれた。それに俺は報告書を持って岡部社長の元へ向かう。みんなが俺たちの動向に注目しているのが分かった。さてここ3日間の成果を聞こうじゃないか。そう言って笑う岡部社長に俺は報告書を手渡した。なんだ退職届かい。なおもバカにしながら報告書を受け取る岡部社長。それに対し俺は無言を貫いた。そんな俺の反応に面白くないと言わんばかりに鼻で笑った。そして報告書の内容を読み始め、しばらくして内容を理解したらしい。顔を上げて俺を見ながら震え始める。君これはなんだ。その言葉に今度は俺がにやりと笑った。約束の契約ですよ。そう答えると岡部社長は大きく震えた。信じられないと顔に書かれており、驚愕しているのがよくわかる。バカな本当に100億だと。岡部社長に渡したのは営業報告書と先方と作った契約書の草案。上司にも見てもらっているので、あとは社長さえゴーサインを出せば契約に至ることが可能な段階だ。さあ何でも言うことを聞くんでしたよね岡部社長。俺はそう言い放つ。お前何者なんだ。なぜ高卒無能のくせになんでこんな。岡部社長は涙目になって俺に問いかけてきた。この程度で泣いてしまうなんて結構メンタル弱いんだな。そう思いながら俺は微笑んだ。まあちょっとした人脈がありまして。嘘だ。お前なんかにそんなすごい人脈があるはずない。不正だ。何かしら不正を働いたんだろう。俺の返答に岡部社長は必死な様子でそう言ってきた。これは言わないと引き下がってくれなさそうだな。俺はため息をつく。そして少し迷ってから自分の過去を話すことにした。ゆうすけは本当に勉強が好きだな。うん、勉強するのが楽しいんだ。俺は昔から勉強が好きで成績が良くて父にいつも褒められていた。それが嬉しくて俺はさらに勉強に励むように。そして中学校では常にトップを維持していた。それから国内トップレベルの高校に進学。ゆうすけ、大学はどうするつもりだ。それなんだけど、やがて高校卒業後の進路を決める時期に先生からは君なら問題なく受かるだろうと国内の超難関大学を勧められた。しかしそのどれもが俺にとって手応えがなかったのだ。レベルが低いとまでは思わないが、なんとなく退屈そうだと考えていた。俺
アメリカに行きたいんだ。え？アメリカ？そこで俺はそう提案した。渡米してハーバード大学に通えば言語も文化も違うからいい刺激になる。何より楽しそうだと思ったのだ。俺なら大丈夫だろうと先生からの OK をもらい、両親も不安そうにしながら。ユウスケが行きたいなら。ええ、応援するわ。と、渡米を許可してくれた。そして、これまでの努力が功を奏し、審査は無事に突破。晴れてハーバード大学の学生となった。みんなすごいな。俺も頑張らないと。ハーバード大学では、周りに優秀な学生が多くて驚いたものだ。日本にいた頃には少し天狗になっていた俺だが、ここではそうもいかない。桁違いに優秀な同世代の学生の中で揉まれながら、俺は何とか遅れを取らないように食らいつく日々を過ごしていた。ユウスケ、君って確かこの分野得意だったよな。教えてくれないか？ああ、もちろん。その代わり、ここ教えてよ。仲良くなったアメリカ人学生と協力し、切磋琢磨し、俺はなんとか成績上位の枠にぶら下がることに成功した。頑張ってるな、ユウスケ。ジョンソンさんのおかげですよ。そんな学生時代にお世話になった人がいる。ジョンソンという優秀な学者で、俺の恩師だ。私は過去にも何人か日本人の学生に教えたことがあるが、とりわけユウスケは努力家で優秀で素晴らしいと思っている。あ、ありがとうございます。そんなことをよく言ってくれたジョンソンさんは、そのうち学者を辞めて自分の会社を作りたいと話していた。俺はそんなジョンソンさんがどれだけ優秀なのかよくわかっている。ジョンソンさんなら絶対ビジネスで大金持ちになれますよ。ありがとう、ユウスケ。いつか君と一緒にビジネスをやりたいよ。俺が応援すると彼はそう言った。それから無事に大学を出た俺はアメリカで就職。そしてアメリカで数年間仕事をしていたのだが、ある時日本にいる父から連絡が入った。ユウスケ、俺もそろそろ年だ。帰ってきて補佐してくれないか。アメリカでの生活も楽しかったが、俺は今の自分が日本でどれだけやれる実力を持っているのか気になった。今の俺なら戻って父の会社を手伝えば無双できるかもしれない。そんなことを思いつき、俺はアメリカの会社を辞めて帰国することを選んだのだ。やっと帰ってきたか。あはは、お待たせ。頼りにしてるぞ。任せてお父さん。アメリカでの経験を生かしてみせるから。そして父の会社に入って、まずは営業マンとして仕事を始めた。案の定、俺は会社に改革をもたらすことに。そのおかげで売上は爆増し、会社はみるみるうちに大きくなっていった。父さん、ちょっと考えてる企画があるんだけど。そうか、お前の企画なら俺に聞かなくても大丈夫だろうな。すべて順調に見えていた。しかし、ここで問題が発生していたのだ。父は自分の仕事能力を誇りに感じていた。その自尊心でここまでやってきたのだが、帰国した息子である俺は、自分をはるかに超える能力を持っていた。あくまで補佐という役割で俺を連れてきたのに、超えられすぎてプライドが傷つく。ちょっと、父さん、さすがに今回の件は強引すぎる。それに、うるさい。お前は息子なんだから、俺の言うことに従っていればいいんだ。そのうち精神を病んでしまい、会社をおかしな方向に走り始めてしまう。母がいればまだマシだったのかもしれないが、俺が帰国してすぐの頃に病気で急逝していた。そして、せっかく盛り上がった会社はすぐに崩壊。父の精神はさらに疲弊し、最後は母と同じところに行ってしまった。俺が父さんを追い込んだんだ。父がどんどん追い詰められていたのは見ていて分かった。何より遺品整理の際に出てきた父の日記に精神状態が書かれていたし、自慢の息子のはずなのに、その息子の優秀さが俺を苦しめる、とはっきり記載されていた。俺のせいだ。それを読んだ俺はショックを受けた。
それからは俺は無能だと自分を抑え込んで生活するようになった。そしてトラウマになったことで倒産まっしぐらの会社を引き継がなかった。俺は何もできない。それから今いる会社である小さな会社に営業マンとして転職した。そこで俺は無能窓際社員として今まで所属し続けたのだ。そんな時に岡部社長から100億の契約を取ってきたら言うことを聞くと挑戦状を叩きつけられた。ゆうすけ、久しぶりだな。どうした？実はジョンソンさんにぜひ聞いてもらいたい仕事があるんです。あの時俺が電話をかけたのはアメリカで起業した恩師ジョンソンさん。彼は大成功を収めており、そんな彼の会社と100億円という大きな契約をしてもらえることになったのだった。俺の話を聞いて震える岡部社長。どうやら社長という立場を交代してやってもいいと言ってしまったことを後悔している様子だ。何でも言うことを聞くんですよね。俺は強く岡部社長に詰め寄る。そんな俺に彼は、へえと小さい悲鳴を上げて怯えた。謝ってください。え？俺や低学歴だとバカにしてきたみんなに謝罪してください。そんな岡部社長に俺は謝罪を要求した。それも俺だけでなく、これまで学歴を理由に笑ってきた人たち全員への謝罪だ。岡部社長は膝をガタガタと震わせながら渋々といった感じで今まで嘲笑ってきた人たちに謝罪して回った。ではこの件の打ち合わせが明後日にありますので、社長にも同席していただければと思います。わかった。一通り謝罪したのを確認し、俺は岡部社長を誘う。彼は泣きながら承諾した。やっぱりただものじゃありませんでしたね。それぞれの仕事に戻ると石川さんがそう声をかけてきた。にっこりと笑っている彼女に俺は苦笑する。やっぱりって、石川さんは俺のことを知ってたんですか？私というより私の父ですね。父はこの会社の役員をしておりまして、長岡さんが前職にいた頃から知ってるんですよ。その言葉に一体誰だろうと頭を巡らせる。そんな俺に石川さんはクスクスと笑った。きっとすぐにわかりますよ。それで何か手伝うことはありますか？じゃあ。そして打ち合わせ当日、ウェブ会議でジョンソンさんと顔合わせすることに。すっかり大人っぽくなったな、ゆうすけ。俺も30になりましたから。顔を見たのはお互いに久しぶりだ。俺とジョンソンさんは少し世間話をしてから仕事の話に移った。契約書の修正、仕事の規模やお互いの意見の出し合いなど、会議は有意義に進んでいる。岡部さん、あなたの話は聞きました。しかし今はすっかり改心なされたようですね。打ち合わせの最後、ジョンソンさんは岡部社長にそう告げた。取引するにあたって、俺は会社の状況や社長の人柄などをジョンソンさんに報告していた。その上でジョンソンさんは岡部社長に補足する。私が取引すると決めたのは相手がユウスケだからではありません。彼の営業能力が素晴らしく、御社の商品に魅せられたからです。先入観にとらわれず彼を適切に評価してください。はい。ジョンソンさんの言葉に岡部社長がうなずいたことでウェブ会議は終了。隠して100億円の契約は確定し、俺は無能を演じるのをやめた。それに伴い評価されるようになる。さて、これから長岡さんには頑張ってもらいますよ。そんなに期待しないでほしいかな。大丈夫です、私も手伝いますから。俺以上に張り切っている石川さんに元気をもらい、俺は実力を存分に発揮することにした。無能窓際社員から一転、俺は有能敏腕営業マンとして会社の主力になっていった。長岡さん、取引先から電話が来てます。はい、今出ます。長岡はあちこちで引っ張りだこだな。長岡のおかげでうちも大忙しだ。
出世コースに乗り、やがて管理職、そして役員になるだろうと期待されるように。同期たちも俺のことを見直したと何度も言ってくれた。そんな希望あふれる俺とは対照的に、岡部社長は絶望を味わうことになった。今まで岡部社長に不満を感じていた人たちが行動を起こして、社長解任を求める署名が集められたらしいです。そうなんですか。例の一件で反省していたこともあり、岡部さんは抵抗することなく要請に応じた。そして代わりに長くいる役員が新たに社長となり、会社は体制を改めることになった。君が実力を発揮してくれるようになって、私も嬉しいよ。その役員というのが、俺が面接した時にいた前社長の代理役員だった。彼は石川蓮司といい、石川さんの実の父親である。何でも彼女は父親である新社長に俺のことを聞いていたそうだ。実は私は君のお父さんと友人なんだよ。え？俺は知らなかったが、父と社長は学生時代からの友人で、父が亡くなる直前まで交流があったらしい。だからこそ俺の優秀さとそれによって追い詰めてしまったことを知っていたそうだ。だからいつか実力を発揮してくれって。ああ、私は君が隠してしまった実力を信じた。だからこそ採用するように当時の社長に進言したんだ。そう言って微笑む社長。それから彼は下手に俺に干渉せず、いつか立ち直ってくれるのを期待して長い目で見守ってくれていたらしい。そんな中、娘である理香さんが俺に興味を持ったそうだ。娘が君の仕事ぶりを褒めるたびに、私も嬉しく思ったものだ。俺が小さい頃から父に話を聞いていたため、俺のことを親戚の子供のように感じていたとのこと。そうなんですか。しかし俺はほとんどデスクワークをしてましたよ。君の資料の完成度はとても高いんだ。誤字脱字なんか一切なく読みやすいし、表もわかりやすい。ただの資料作成だからと油断していたのかな。君の有能ぶりがにじみ出ていたよ。確かに油断していた。だから凛花さんは俺の仕事を真剣に見てたのか。これからはこの会社のためにその実力を存分に発揮してほしい。はい、もちろん。それと娘のこともよろしく頼む。その言葉に顔が赤くなるのを感じた。あれから理香さんとは仕事だけでなく、プライベートでもよく一緒にいる仲になった。今日は仕事終わりに一緒に食事をする約束をしている。すっかり言葉を失った俺に、若いなと社長が笑った。あ、ゆうすけさん、お疲れ様です。お疲れ様、待たせてごめんね。いいんですよ、ゆうすけさんは今一番忙しいんですから。そう言って微笑むリカさん。彼女が笑うたびに惹かれていくのが分かった。だからこそ今日の食事の後に自分の気持ちを話すつもりだ。さ、行こうか。はい。数時間後、俺たちは先輩後輩という関係から恋人という関係になる。それからも俺は公私ともに順調だった。ただ父の会社にいた頃とは違い、周りの様子を観察して追い詰められていないか確認している。それ、この間の議事録、俺の資料使う？お、ありがとな。こっちが終わったら手伝うよ。いつでもフォローできるように動き回っていたのもあり、俺はすっかり頼られる存在に。じゃあ私はゆうすけさんの手伝いをしますね。俺の方手が空いたから議事録手伝うぞ。とはいえ頼られるだけでなく周りも頼っている。独りよがりにならないように行動していたおかげか、俺はすっかり周りと打ち解けた。なんだか生き生きしてますね。まあね、子供の頃勉強が楽しかった。その時と同じくらい俺は今仕事を楽しんでいる。それからしばらくした頃、岡部さんの噂話を聞いた。今は遠い親戚のもとで農業に励んでいるらしい。その様子は今までと大きく違い、毎日おいしい野菜を作ろうと奮闘しているそうだ。
彼にとっても今回のことはいい薬になり、良い方向へと導いたようだ。いつか彼の作った野菜を食べてみたい。そんなことをのんびりと考えた。久しぶり、父さん。ある日、俺は霊園やってきた。訪れたのは数年前に亡くなった父の墓だ。ずっと父さんを追い詰めた俺は無能でしかない、無能じゃないといけないんだと思ってた。父の旅立ちに際して俺は心を閉ざしていた。しかしあの一件を通して立ち直り、前を向くと決めたのだ。今回はその報告をしに来た。やっと父さんのところに来ることができたよ。ずっと父さんを最悪の結果にしたのは俺だと思っていた。だからずっとここに来るのをためらっていたのだ。だけどあの一件と彼女の存在のおかげでこうして会いに来ることができた。今度は間違えない。みんなと一緒に会社を盛り立てるよ。能力を発揮することで父を傷つけてしまったことばかり見ていたが、やりようによっては人を幸せにできるはず。現に今いる会社は売り上げを伸ばして成長期に入った。父さん、俺頑張るから見ていてくれよ。微笑みながら墓標に向かってつぶやく。そして俺は霊園を出た。挨拶終わったの？ああ。大切な彼女に微笑み、俺たちは手を取って歩き出した。石川社長も父に会いたいと言っていたし、今度は家族になった3人で挨拶に来よう。俺は心からの笑顔を彼女へと向けた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。やっとあんたみたいな出来損ないを解雇にできるわ。無能なゴミは首よ。美貌を悪魔のように歪ませて笑う上司になすすべなく退職に追い込まれた。俺は吉田貴博、出版社の下請け会社で今日もぎゅうぎゅう詰めのスケジュールをなんとかこなしている。今でこそ入院したりすることはなくなったが、昔は小児喘息の発作がしょっちゅうあり、吸入器の手放せないもやしっこだった。発作が出た夜は横たわって眠ろうとすると止まらない咳と呼吸困難に苦しむことになるため、背中に高く積んだ布団を当てて睡眠の真似事をするだけ。休めるわけがない。幼い日の俺は拙い言葉で母に訴えた。お母さん、苦しくて眠れないよ。いつもの発作ながら母はそんな俺に辛抱強く寄り添ってくれた。そうよね、高博。また眠れるまで本を読んであげる。母は父の書斎からあらゆる本を引っ張り出して読み聞かせてくれた。昔ながらの絵本、動物や宇宙の図鑑、時には小学生には難しい小説まで。そのおかげで体育はからっきしでも他の教科の成績はずっと良かった。俺にとって発作で眠れない夜は苦しいばかりの時間ではなかった。父は収集家と言ってもいいほどの本の虫で、息子が懸命に語る感想を嬉しそうに聞いてくれた。高博は小学生なのにすごいな。星新一が面白いなら小松社協も読んでごらん。小松社協長い。長いか。まあ中学に上がる頃には読めるようになるだろう。お父さん楽しみだよ。
そう言っていた父は、俺が小6の時、病で吐かなくなってしまった。膵臓がんで気づいた時には手遅れだった。生活は苦しくなり、中学の3年間は毎日必死で働く母を見ながら育った。俺、中学出たら働きたい。母は、バカ。あんたお父さんに似て頭いいんだから、お母さんが大学まで行かせてあげるよ、と言った。しかし、これ以上母に負担をかけるのは無理だと思った。折衷案で高校を出たら働くことになった。苦しい生活の中で一部を除いた父の蔵書も手放すことにした。ガランドになった本棚を見て寂しくなったけど、本を手放したからって両親との思い出がなくなるわけじゃないと言い聞かせた。高校在学中はバイトに明け暮れながら母を助けた。少しでも自立して自分のお金でスマホを買えたのは悪くない。しかし父から受け継いだ本好きの血が騒ぎ、ふらっと本屋を訪れては面白そうな新刊を買いそうになる。ハードカバーの小説はまあまあ高いのだ。高校生の小遣いで何冊も買えるものではない。そんな時は地元の図書館で予約した。新刊は少し待つことになるけど、無料で読めるのだからすごい。バイトの合間を縫って図書館に通い詰めたある日、いつも同じ席で同じ時間に新聞を読んでいるおじさんがいるのに気がついた。ラフな服装だが、スラックスがパリッとしていて、独特の清潔感がある。もし父が今でも生きていたら、このくらいの年だろうか、というおじさんだ。見ていたら、目が合ってしまった。おじさんは、親しみやすい人で、向こうから話しかけてくれた。君、よく来てるよね。新刊借りたのかい？そうなんです。おじさんもいつも新聞読んでますよね。本は読まないんですか？おじさんは朝の日課で新聞を読んで、その後で小説を読むという。学校では紙媒体を読む子は少ないし、母は忙しくてすれ違いがちだ。久しぶりにできた読書仲間に胸が躍った。おじさんは俺がまだ高校生なことにとても驚いていた。ずいぶんしっかりしてるし、頭の回転が早いからもっと大人びて見えたよ。まだ16歳とは恐れ入った。その本難しくなかったかい？おじさんは俺が新しく借りた長編ミステリーの新刊もチェック済みらしく、感想が語り合えるので嬉しくなった。めちゃくちゃ面白かったですよ。新人作家だけど、これは絶対賞を取りますね。おじさんとの交流は、かつての父とのやりとりを彷彿とさせ、おじさんも、俺のことを年の離れた同校の師として随分可愛がってくれた。交流は俺の高校卒業まで続いた。その頃は高校卒業したら憧れの出版社に勤めたいと思っていたのだが、就職活動は大変だった。というのも、俺の憧れた大手出版社は給料もいい分、新卒は学歴重視だし、中途ならよほど優秀な経験者でなければ入れなかった。うちには大学に行けるような蓄えはない。それでもダメ元で何十枚も履歴書を書き、
熱意を伝えても落とされる。あまりにも落とされるものだから、だんだん自分自身を否定されているような気さえしてくる。もどかしく、悔しかった。作家さんを支え、世の中にもっと面白いものを生み出すサポートができるような編集者になりたかったけど、現実はままならない。熱意だけではどうにもならないことがあるのだ。そして範囲を広げて、ようやく今の会社の社長、田口社長と出会った。社長自ら面接に携わるような小規模な下請け会社。しかし、社長は謙虚ないい人だった。何十社も落とされた俺に同情してくれて、試用期間中に問題なければ、正社員として採用してくれるという話になった。憧れの形とは少し違うけど、一人前の給料がもらえるようになって、家計は随分楽になった。母さんは今までほど仕事を詰め込まなくてよくなったので、ちょっとふっくらした。社長は時たまお菓子を持って社員と交流していく。吉田くん、仕事の方は慣れたかい？うちは小さな印刷所だから忙しいだろう。いいえ、楽しいですよ。俺、昔から本に関わる仕事したかったんです。同僚のおばさんが続けて、吉田くん、本当によくやってくれてますよ。仕事も丁寧で、いい子が入ってくれたわ。と褒めてくれた。田口社長は、そんな現場の様子を見て満足そうだった。体も頭も忙しい職場だったけど、他の同僚もみんないい人だし、いい職場に恵まれたなぁと思っていたのだが、この頃はあんなことになるとは思ってもいなかった。俺が入社して4年が経過した頃、田口社長がみんなに紹介したい社員がいると連れてきたのは、実の娘。玲子だった。顔立ちの整ったお嬢さんで、紺のブラウス、レースのペンシルスカートで仕事のできる OL 風のいでたちだ。先日大学を卒業してね、親バカと思われるかもしれないが自慢の娘だ。きっと我が社でも頑張ってくれるだろうと思ってね。だが、社長の娘だからと言って遠慮することはない。みんな、よろしく頼むよ。玲子は、綺麗に頭を下げた。ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。玲子は、仕事の飲み込みが早く、的確で、取引先の指定よりずっと早く納品するので、どんどん成績を伸ばしていった。同僚たちも、ずいぶん仕事ができるね。これじゃあすぐ追い抜かれちゃうよ、と笑っていたら、本当にすぐ部長になってしまった。社長は、娘が部長になってからはすっかり安心してしまったのか、現場に顔を出すことはなくなった。優秀な社長令嬢が牙を剥き始めたのは、それからのことだった。ある時は、納期が遅いわ。いつまで待たせるつもりなの？外回りとか言って、サボってるんじゃないでしょうね。と部下を叱り、またある時は、この見積もりは一体誰が立てたの？私が立て直すわ。できないなら余計な仕事増やさないでちょうだい。ときつい言葉で責め立てた。職場の雰囲気はどんどん悪くなった。俺が4年間を共にした戦友たちは一人、また一人と去っていき、いつの間にか玲子の新人時代を知るのは俺一人となってしまった。
メンバーはすっかり入れ替わった。みんな優しくて真面目で。ここじゃなければもっと優遇されてもおかしくない仕事のできる人たちだったのに。憂鬱な気持ちを努めて顔に出さないように出社する。いつだったか、神器臭い顔ね。空気が悪くなるわ。と玲子に指摘されてから、俺もいびりのターゲットにならないよう、必死にご機嫌を取りながら働くようになった。取引先からは、吉田さん大丈夫ですか？ずいぶんお痩せになったようですが、と心配され、今までの担当窓口だった人間が急に減ったりしたことに、いぶかしげな顔をされる。もともと多かった業務は、俺と玲子にのしかかってきた。人が減っても仕事は減らない。俺は玲子を意識の外に追い出したくて、危機迫る勢いで仕事をするようになった。そしてついに、営業成績はトップになった。重い体を引きずって帰宅しようとしたとき、玲子に呼び出された。吉田さん、ちょっといいかしら。なんだろう。仕事でミスでもあったのか？最近は玲子のご機嫌取りに余念がなかったはず。呼び出しに思い当たる節なんてないんだけどな。背中に嫌な汗をかきながら呼び出しに応じると、私、あなたとなら付き合ってあげてもいいわよ。なんと俺は玲子に告白されている。意味がわからない。はい。だからお付き合いしてあげてもいいって言ってるの。ずっと私のことを目で追ってくるし、他の社員よりずっと積極的に話しかけてくるじゃない？いい加減答えてあげようかと思って。目で追ってしまうのはあなたが苦手だからで、話しかけてしまうのはあなたのご機嫌を損ねて現場の空気を悪くしたくないからだった。後輩たちから散々怖がられているのに気づいてないのか？私と付き合えれば、あなたみたいな学歴の底辺でも出世できるかもね。よかったじゃない。確か、母子家庭で散々苦労されたとか。この会社にだって、父のお情けでようやく入れたって聞くし。一方私は、入社間もなく部長になったエリートよ。私みたいな優良物件、正直吉田さんなんかにはもったいないけど。この女は、これから付き合うかもしれない相手によくこんなことが言えたもんだ。新手のツンデレかとも思ったけど、かけらも可愛いと思えない。俺はきっぱりとお断りした。田口さん、俺がいつあなたのことを好きだなんて言いましたか？それは、そういう態度をとってきてるんだからそう思ったまでよ。俺は、同じ会社に勤める仲間として、みんなと仲良くしたいだけです。あなたのことを恋愛対象として見たことは一度もありません。勘違いさせちゃったみたいでごめんなさい。玲子は断られるとは思ってもいなかったようで、信じられないものを見るような顔で固まった。嫌いな相手の告白を断るのにも気まずさってあるんだな。じゃあ、明日もよろしくお願いします。とだけ伝えて逃げるように会社を後にした。次の日から玲子の同行した嫌がらせが始まった。ある時は外回りから帰ってくると、
俺の机は水浸しだった。布張りのチェアにまで染みている。外は暑かったでしょう。涼しくしといたよ。女子高生かお前は。また別の日にはせっかく仕上げた見積もりのデータが消え、納品予定の雑誌のサンプルがシュレッダーから見つかった。また玲子の仕業だろうかと思ったが証拠がない。俺は徹夜で全て仕上げて滑り込みで納品した。玲子は今頃納品したんですって?無能な人は大変ね。おおらかな先方に感謝しなさい。と、しらじらしく罵った。その上さらに、人より仕事ができないんだから、もっと働いてくれる?給料泥棒さん。と、残業を押し付けていく。あの告白の日を境に、明らかに俺個人をターゲットにして嫌がらせを受けていた。そのおかげか、お疲れ様。あとは私がやっておくわ。俺以外の社員への当たりはいくらかマシになったように思う。俺が犠牲になることで。あとは頼んだ。と去っていた仲間たちの分まで後輩たちを守れているのだと思えば、まだ耐えられた。しかし、今までの悪態がたたって、普通のねぎらいの言葉にも怯えるジムの女の子。彼女は申し訳なさそうに俺に一礼して退出した。そんな様子を見て、玲子は俺に向かって舌打ちをした。仕事ができなくてもできすぎても嫌味を言われるので、全体的な営業成績は下がっている。俺と玲子が飛び抜けていても、会社としては成り立たないだろう。いい加減、社長に娘のことを告発した方がいいだろうか。そんなことを思っていたある日、さらなる事件が起きた。うちの印刷所には、大手の取引先が二つある。一つは、婦人向け雑誌の大手、リンゴの苗社。もう一つは、お堅い書籍の名門、和田書房。リンゴの苗社から、納品予定の雑誌がいつまで経っても届かない。吉田を出せ!と、大変なお怒りの電話がかかってきたのだ。なんと担当者が俺になっていた。そんな仕事引き受けた記憶はないが、先方の指名で仕方なく謝罪に向かった。身に覚えのない罪でひたすら謝った。しかし、今後はいっそ。そちらとお仕事させていただくことはありませんから。と契約を切られてしまった。一体どうしてこんなことになってしまったのだろう。虚しい気持ちでデスクに戻る途中、玲子に止められた。玲子は美貌をいびつな笑顔で歪ませていた。とんでもないことをしでかしてくれたわね。あんなお口の契約をダメにしてしまうなんて。あんたに、この会社はふさわしくないわ。おっしゃりたいことがよくわかりません。わからない?この会社に、もうあんたの居場所なんてないのよ。玲子は楽しくてしょうがない様子だ。ああ、今わかった。今回の件もこいつの仕業だったのだ。しかし俺は今すぐ玲子の悪事を教団できる証拠を持っていない。俺一人追い込むためによその会社に迷惑をかけてここまでの仕込みをするなんて。
やっとあんたみたいな出来損ないを解雇にできるわ。無能なゴミは、首よ。田口社長、すみません。俺、疲れちゃいました。馬鹿らしくなった俺は、退職することにした。辞表も出し終わった俺は、久しぶりの実家でぐうたらしていた。母は体重の落ちた息子にやたらとご飯を食べさせたがるので、油断すると逆に太ってしまいそうだ。俺からの仕送りで父の蔵書を回復させていたらしく、また本棚は賑やかになっていた。昼間から父の椅子で酒を飲みながらの読書は、なんとも贅沢だった。小学生の頃、長いと思っていた小松社協の本は、今では味わい深かった。ある日、知らない番号から電話がかかってきた。詐欺かと思って無視していたが、あまりにも連日かかってくるので出てみると、玲子からだった。やっと電話出てくれた。吉田さん、あのね。久しぶりに話す玲子は、電話越しでわかるくらいに疲れ切っていた。続けて玲子は、電話した理由を説明し始めた。何でも、あと一つ残っていた大手の契約先の会長が、俺が辞めてしまったなら契約を切ると言っているらしい。この大口契約まで切られたら、いよいよ会社は倒産してしまうので、戻ってきてほしいというのだ。吉田さんは一体何者なの？あんな大手との取引につながりがあったなんて聞いてないわ。そんなこと言われても、俺だってわからない。もう辞めた職場に今更行くなんて気が重いが、田口社長と後輩たちに挨拶し損ねていたので、菓子折りを持ってしぶしぶ向かった。先に後輩たちに挨拶を済ませ、応接室に向かう。そこにいたのは田口社長、玲子、そしてなんと高校時代に交流のあったあのおじさんだった。吉田君、こちらいつもお世話になっている和田書房の和田会長だよ。お知り合いらしいね。おじさん改め和田会長は相変わらずほがらかだった。久しぶりだね、高弘くん。こうして顔を合わせるのは5年ぶりかな。おじさん、いや、和田会長もお元気そうで。俺、おじさんが和田書房の会長さんだったなんて知らなかったです。そりゃ言ってなかったからね。君とは、ただの同行の師として仲良くしたかったから。年を取って偉くなると新しい友達ってなかなかできないんだよ。玲子は俺と会長の親しげな様子に驚愕していた。なぜお前なんかが和田会長と？とでも言いたげだ。田口社長が会話に入ってきた。吉田君、部長から聞いていると思うが、和田会長が随分と君のことを買ってくれていてね。君が窓口になってくれないなら契約を切るとまでおっしゃってくれているんだ。どうか我が社に戻ってきてはくれないか。この通りだ。社長が頭を下げた。和田会長もどうして急に辞めてしまったんだと聞いてくる。社長はもしかして、玲子の悪事を知らないのだろうか。そうおっしゃってくださるのは嬉しいんですが、どうして俺が退職したのかって聞いてますか。
部長から自己都合だと聞いているよ。今お母様の体調が優れないと。大変な時期だと思うが、どうだろう。全部でっち上げじゃないか。わずかばかり残っていた恩義が尽きた。俺が退職したのは部長の悪事に耐えられなくなったからですよ。部長の普段の態度、その様子じゃご存じないでしょう。みんな我慢しながらやってきましたけど、何人も退職に追い込まれて、先日のリンゴの内社の一件も俺の責任にされて、もう耐えられなくなったんです。とてもじゃないけど戻る気にはなれません。玲子はおしとやかに言った。吉田さん、人間関係はやめてほしいです。先日の一件はあなたが先方に謝罪に行ってくれたおかげで無事解決したじゃないですか。大口の取引先をダメにしてしまって悔しい気持ちはわかりますけど。社長と和田会長は困惑している。玲子の傍若無人ぶりを証明できない俺は途方に暮れた。その時ドアがノックされた。入ってきたのはあの時のジムの女の子だった。4人分のお茶とともにボイスレコーダーを机に置いて再生する。録音されていたのは金切り声で部下に当たり散らす玲子の声だった。いつまでグズグズやってるの？給料泥棒はクビにするわよ。私のやり方が気に入らないならやめてもらうしかないわね。低学歴の貧乏人が何様のつもり？玲子は真っ青になった。彼女は続けた。これが田口部長の普段の様子です。実は被害に遭ってきたみんなで部長を告発しようと証拠を集めていたところでした。でもここ数ヶ月は吉田さんが部長をたしなめてみんなを守ってくれていたんです。その吉田さんもあんな無理やり責任を取らされるような形で追い出されてしまいました。こんな部長がのうのうと居座って吉田さんに謝罪の一つもなく呼びつけられたなんておかしいです。社長は証拠の数々に驚きを隠せない様子だった。後輩たちがいつの間にか団結してこんなことを企てていたとは驚いた。おかげで社長は俺の訴えが真実であると認めてくれたようだ。お分かりいただけたようでよかったです。俺はもう会社に戻るつもりはありませんので。社長は本当に申し訳なさそうに詫びてくれた。吉田君、娘の横暴を止められず今まで本当にすまなかった。辞めていった社員にも何と言って詫びればいいか。ここで和田会長が口を開いた。ところで高弘君、次の仕事は決まっているのかい？もし決まってないならうちで編集者として働いてみないかい？和田会長はどこも似たり寄ったりの下請けの中からうちを選んで取引してくれていた理由に俺の仕事ぶりを挙げてくれた。まさかずっと憧れていた大手出版社にこんなところで誘われるなんて思ってもいなかった。なんでも部下からとても丁寧にサポートしてくれる人がいると報告があり、気になって調べてみるとかつて図書館で交流した少年だとすぐ分かったらしい。会長はあの頃面白いと語り合った本が
軒並みベストセラーになったことを覚えていて、最近まで俺と仕事をしていた部下に次のベストセラー予想を探らせていたというのだ。結果、俺の見極めが間違いないと確信したようだ。あの頃から君は才能にも人柄にも優れていたね。だからみんな君を助けてやりたくなるんだろう。うちの部下も心配していたよ。いつ業界に入ってくるかと楽しみにしていたら、こんなところで大変な目に遭っていたなんて。うちに来てくれたら、きっとここよりは楽しく働けると思うよ。和田会長の俺に対する評価を聞いて、玲子は小さな女の子のように声を上げて泣き出した。楽しく働くですって？仕事が楽しいわけないじゃない。私は社長令嬢として誰よりも仕事ができなきゃいけないのに、周りは敵ばっかり。誰よりも早く出世して結果を出してきたのに、誰も私は評価しない。理不尽よ。どうしていつも吉田ばっかり愛されるの？田口社長は父の顔で娘の背を撫でた。玲子、まだ若いお前に現場を任せきりにした私にこんなことを言う資格はないが聞いてほしい。同じように結果を出してもどんな過程を得たかが大事なんだ。お前が周りを大切にできなかったら誰もお前を大切にできない。それに最初から敵なんてどこにもいないんだよ。玲子の今までの振る舞いは決して許されるものではない。辛い思いをさせられて辞めていった仲間たち、会社に与えてきた損失の数々、でも悪いのは玲子だけだろうか。俺は玲子に思ったことを語りかけた。部長、俺今でもあなたのことを許せてません。でもあなたが新人だった頃、誰よりもがむしゃらに頑張って部長になったこと知ってます。あなたはすごい人なんですよ。だからこそ部下として部長のこと諌めてあげられなくてすみませんでした。もう遅いけど、本当はあなたともっと仲良くなりたかったです。玲子はもう言葉も出ないほどおえつを漏らして泣いて、落ち着いた頃、今までのすべての所業をすべて認め、心から謝罪してくれた。今まで本当に申し訳ありませんでした。私も本当はあなたに愛されたかったです。話し合いの件から1ヶ月後の今、俺は会長直々に編集者としてのイロハを叩き込まれている。また忙しい日々に逆戻りだが、会長の言葉通り、あの頃よりずっと楽しく働いている。会長は昔の俺を知っているので、小松左京の名言を借りていった。金がない連中がみんな優秀とは限らないが、優秀な連中の中に金を持ってないのが多いのは確かだ。私はそんな連中を見つけて応援してやるのが楽しいよ。ほどなくしてベストセラーを2つ世に出すことができた。俺と作家さんの二人三脚で仕上げた自慢の書籍だ。元いた会社は案の定倒産してしまったらしい。社長は蓄えを切り崩しながら玲子の被害者に謝罪して回っている。玲子は元の会社とは一切関係のない会社で、
一からやり直しながら家計を助けているという。きちんと自分のしてきたことと向き合ってほしいと思う。会長とコーヒーを飲みながらぽつりとこぼした。いろいろあったけど、俺は今の自分のために今までのことを乗り越えてきたんじゃないかなって思うんです。そのぐらい夢が叶えられて嬉しいんです。会長はいつものほがらかな笑顔で答えた。これで燃え尽きたような口ぶりじゃ困る。まだまだこれからだぞ、ひよっこ編集者め。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。3日で1000万円売ってこい。久々に日本の本社に出勤したら、新任上司に実力テストをしたいと無理難題を課せられた。そっか、この人俺のこと知らないのか。初めに思ったのはそんなことだった。わかりました、そう答えれば年下の東大卒エリート上司はバカにしたように鼻で笑ってくる。どういうことだ？翌日の夕方、俺が一日で5000万円を売り上げたことを知ると、上司は顔を真っ青にすることに。後日、彼にとって俺を認めざるを得ないことが起きる。俺は大森聡太、28歳の独身だ。俺の家は昔は田舎の自転車屋だった。大森さん、ちょっと、いいかい？ああ。任せろ。祖父の代から村の唯一の自転車屋として近所の人たちから頼りにされてきた。何かトラブルが起きれば大森さんにというくらい評判にされていた。小さな村だったからみんな車よりも自転車を好んで使っていた。狭い道が多いのもあって自転車の方が小回りも利くし、小さい頃から乗り慣れていることもあってみんな自転車を使っていた。それもあって唯一の自転車屋だったので、生活できる程度には繁盛していた。行ってきます。おう、気をつけろな。あんまりスピード出しすぎて人にぶつかるなよ。わかってるよ。俺も自転車に乗ることが好きだった。毎日のように学校から帰ると、自転車に乗り込むほどだ。そうだ、今日こそ勝つからな。今日も俺が勝つさ。山間部の小さな村に住んでいたため、夕方になると友人と坂道を登る競争をする。頂上から見える夕焼けの美しい景色が俺は好きだった。しかし、そんな穏やかな日々は時代の流れによって崩された。村から人口流出でどんどん人がいなくなってしまったのだ。もうダメかもな。ダメって？そもそも買う人がいないからな。この自転車屋も畳むことになるかもしれない。父の予想通り、祖父が亡くなってから父が後を継いだが、経営は悪化していた。さらに近隣の市に大きなショッピングモールができた。村民はそこで買い物をするようになり、ショッピングモールに行くために自転車から車に乗り換えるようになった。そして利用者が激変した村の商店はどんどん畳むようになってしまう。そうだ、引っ越し業者に迷惑がかかるから今日は行くなよ。わかってる。ああ、もう一回あの夕日を見たかったな。俺の実家も同様で、店を畳んで村から出ることになったのだった。当時俺は中学生だった。大森聡太です。クラスメイトが全員幼馴染のようなところから、何クラスもあるような大きな学校へと転校した。大森って好きなゲームとかないの？え、ゲームはあんまり。は？じゃあ、今まで何してたんだ？自転車とかで山登ったりとか。大森ってすげえ田舎者じゃん。自然に囲まれて生活していた俺は、町で生まれ育ったクラスメイトと話が合わなかった。なかなか馴染めずにいた俺を、みんなは田舎者だと馬鹿にした。やがて、俺は学校を休むようになった。
そうた、今日は学校行けそう？休むよ。そう、大丈夫よ。ああ、無理に学校に行く必要はないさ。次第に俺は学校に行けない日が続いてしまった。そうだ、久しぶりに自転車に乗らないか？え？見せたいところがある。俺の後についてこい。そんな時、父に誘われて久しぶりに自転車に乗ることに。迷いなくどんどん進んでいく父をいぶかしく思いながらも、俺はひたすら父の後に続いた。町を抜けて丘を登り、わあ、どうだ、すごいだろ。たどり着いた先は海だった。山で育った俺にとって海は新鮮だった。さあ、せっかく海に来たんだし泳ぐぞ。うん。砂浜にたどり着いて父と海で泳ぐ。プールとは違った。砂の感触が気持ちよかった。楽しいか、そうだ。うん、海ってこんなに気持ちいいんだね。その日からすっかり俺は海が好きになった。それからは一人だったり父を誘ったりしてよく海に行くように。海までの道中を自転車で駆け抜けるのも、海で疲れるまで泳ぐのも、当時の俺の心を癒してくれた。今日は父さんも一緒に行くぞ。うん、わかった。俺、結構早くなったから、置いてかれないようにね。おいおい、少しは手加減してくれよ。ある時、父とサイクリングしながら、海へと向かう。いつものように遊んでいると、多くの筋肉隆々の男性たちが、自転車を漕いできた。わあ、あの人たちすごいな。ああ、近くの大学生なんだろう。自転車競技かなんかの練習か？彼らは近くの大学の学生らしく、大学名が書かれているユニフォームを着ていた。そんな彼らが、俺の目には輝いて見えていた。かっこいい！思わず大声を出してしまった。思わず口を押さえる俺に、父が面白そうに笑う。すると、聞こえたらしい大学生たちは、驚いたように俺を見た。かっこいいだって。普段そんなこと言われないのにな。慣れてないから、結構恥ずかしいかも。そんなことを話しながら、彼らは照れたように笑った。そう言ってくれてありがとう。君の名前を聞いてもいいかな？あ、大森そうたです。すると、その中の一人が話しかけてきた。君は中学生？自転車好きなの？そうだよ。A 町から自転車できたんだ。大学生の問いかけに、俺は自慢した。A 町からこの海は20キロほど離れているため、中学生には大変だ。海まで行くには長い坂道もある。実際、初めのうちは休み休み来たものだ。それもこの頃には、休みなく駆け抜けられるようになっていた。はじめは俺に注意しながら前を進んでいた父を追い抜いて、逆に俺が父を気にかけながら前を進むほどに。へえ、びっくりしたな。道中のことを知っているのか、大学生は素直に驚いていた。話を聞いていたらしい他の大学生も感心したように俺を見ている。君はすごく体力があるんだね。そんな風に褒められた俺は調子に乗っていろいろと喋り始めた。前も山道に住んでいたから坂道なんて簡単だよ。今は海で泳ぐのが好きなんだ。朝から夕方まで泳いでいることもあるんだ。そうだ、それくらいにしなさい。興奮して話していると父が苦笑しながら俺を止めた。一方で大学生は俺ににっこりと笑いかけた。君、トライアスロンをやってみないか？トライアスロン？その日から俺の人生は大きく変わるのだった。俺にトライアスロンはかなり向いているようだった。何も考えずにひたすら泳ぎ走り自転車を漕ぐのは楽しかった。あっという間にのめり込んでいって筋トレに励む毎日。ソータは一度のめり込むととことんやるな。まあね。でもよかった。
学校に行かなくなってから暗い顔してたけど、なんだか今は生き生きとしてるわ。それから俺は練習を重ね、ついに大会に参加するように。初めて参加した大会では、結果は散々。他の人たちについていくのがやっとだった。その大会で優勝したのは、あの時声をかけてくれた、大学生の金城剛さんだった。いいか、それぞれの競技にはコツがあるんだ。むやみに走っても疲れるだけだ。金城さんは教えるのも上手で、俺を気にかけて、いろいろと教えてくれた。やったな、蒼太。はい、金城さんのおかげです。そのおかげで、俺は少しずつ順位を上げることができるようになっていったのだった。蒼太くん、すごいじゃん。ありがとう。君もだいぶ上達したね。トライアスロンを通じて俺は友人ができ、それから学校へ行けるようになった。はじめは俺をバカにしていたクラスメイトだったが、ニュースなどで俺の名前が挙げられるようになったことで、俺を認めてくれるようになったのだ。高校は事情があって中退したが、俺のことを見てくれる人がいたおかげで、すぐに車のディーラーへ就職が決まった。トライアスロンは今でも続けていて、年に何度か大会にエントリーしている。俺にとってトライアスロンは生きがいとなっていた。久しぶりだな。さて、仕事も頑張るか。俺は久しぶりに日本の会社に出社する。実はこれまで俺は海外の営業所にいた。そこで俺だからできる仕事とトライアスロンの活動をしていたため、日本で働くのは久しぶりだった。今日からお世話になります。大森蒼太です。ああ、君が。俺は中林弘樹。主任だから君の上司にあたる。上司は俺より年下で、東大卒のエリートだという。彼も別の支社から移動してきたようで、主任へは最近昇進したばかりらしい。後から顔なじみの先輩に教えてもらった。中林はメガネをかけて、痩せ型の神経質っぽい印象を受ける人物だ。大柄で日に焼け、筋肉質な俺とは正反対だ。中卒の脳筋。は？自分とは真逆の中林さんをまじまじ見る俺だったが、彼の言葉に思わずあっけに取られた。中林は俺を一目見てバカにしてきた。あの、脳筋とは？脳まで筋肉ってことだ。そんなことも知らんのか？いえ、そうではなく。思わず尋ねた俺に、中林は完全にバカにした様子だった。確かに俺はトライアスロンをしてきたから、筋肉はあるし、ずっと筋トレだって続けてきた。だからといって、そこまでバカにされる言われはないと思うんだが。正直、こんな上司とやっていけるか不安になってしまった。そうだ。君がどれほど働けるか実力テストしたい。はあ。3日で1000万円売ってこい。そっか、この人、俺のこと知らないのか。初めに思ったのは、そんなことだった。わかりました。頑張ります。俺は笑顔でそう答えた。それに中林は、馬鹿にしたように鼻で笑ってくる。ちょっと大森くん。はい？3日でなんて大丈夫なの？大丈夫ですよ。中林から離れると他の社員が心配そうに声をかけてきた。彼らの言葉にも俺は笑顔でうなずく。さて、頑張らせてもらうか。中林主任、こちら確認お願いします。ん？今日これだけ売り上げました。翌日の夕方、俺は中林さんに資料を見せた。は？え？それを見た中林が顔を真っ青にする。実はあれは昨日一日で5000万円を売り上げていたのだ。5000万？さすが大森くん。5000万なんて初めて見たぞ。そんな中林の反応に書類を覗き込んだ周りの社員が沸き立つ。どういうことだ？その言葉にどう反応したらいいかと困り、俺は頭をかいた。どこから説明したものか。
ああ、いたいた、そうだ。金城さん、お前が帰国したって聞いてな。顔を見に来たんだ。その日、俺が帰国したからと、職場に金城さんが来てくれていた。彼は今でも趣味でトライアスロンをやっている。また、大学卒業後は起業し、今では大きなスポーツ関連会社の社長だ。聞いたぞ。向こうでも大活躍だったそうじゃないか。そういう金城さんだって。社長であり、自ら広告塔となって自社を PR しているような人だ。彼は今では誰でも名前を知ってるような有名人だ。それでさ、今日は颯太に頼みたいことがあるんだ。はい、何ですか？会社用の車を用立ててほしいんだ。詳しく話を聞くと、うちの会社が扱っている高級車を社長専用車として使いたいとのことだった。俺にとっては渡りに船。すぐに契約を結び、ついでに俺は中林さんの実力テストについて話した。ふーん、それなら俺が手を貸してやれるな。そう言うと、金城さんは大学時代のトライアスロン仲間に連絡を取った。当時大学生だった彼らの母校は、実はとても有名な大学だ。卒業生は起業したり、有名企業に勤めているなど、立派な職業の人が多かったのだ。もしさ、車を買う予定とかあったら颯太に頼め。颯太の性格、わかってるだろ。そう連絡してくれた。あの時出会った彼らは、俺をたくさん可愛がってくれていた。彼らの練習に混ざる俺を気にかけ、飲み物をおごってくれることも多かった。何人かは了承し、わざわざ店舗へと来てくれた。颯太久しぶり。お久しぶりです。颯太のおすすめってどれ？東さんだったら、こっちの。彼らは、俺が勧めた車を気に入って買ってくれた。その上で数件契約が決まり、5000万円の売り上げとなったのだ。知り合いの方が契約してくれて、悩んだ結果、俺は正直に説明した。それは卑怯だ。ですが、主任、大森くんが売り上げたことは事実です。そうですよ、皆さん、大森くんだから買ってくれたんです。中林が叫ぶが、周りの社員が俺を擁護してくれた。だとしてもだ。みんな知らない相手に営業して売り上げている。これはなしだ。俺は認めない。それでも中林さんは引き下がらなかった。明日からはちゃんと営業しろ。そう怒鳴りつけられてしまった。確かに知り合いに買ってもらいはしたが、ちゃんと営業して気に入ってもらったから売り上げになったんだけどな。まあ、ひたすら打ち込むのは得意だからな。明日からも頑張るだけだ。どうせ相手にされなくて、泣きついてくるのがオチだ。しかし、中林の予想に反して、翌日からも営業が順調なのは、俺の方だった。中林は知識はあるが、それを相手に押し付けて、強引に買わせる傾向がある。それで途中で相手を不快にさせたのか、保留にするという返答も多い。それに対し、俺はなるべく顧客の意見を汲み取り、多くの提案をするようにしている。デメリットも丁寧に伝え、車のことだけではなく、その後の点検や保険、アフターサービスのことなどを分かりやすく丁寧に説明することを心がけていた。なるほど。お子さんが二人いるなら、車内は広めの方がいいかもしれませんね。あとは、そして顧客のことは細かくメモを取る。どういうものが好みか、何を求めているのか、家族構成や出身地など。会話で得た情報を整理し、何を進めるべきか、選択肢を増やす。そういった地味な積み重ねが重要なのだと、先輩たちから教わったことをしっかりと行っていたのだ。あなたが相手でよかった。こんなにも希望通りの車を購入することができたのは、あなたのおかげだ。そう言って笑ってくれるお客に、俺も嬉しくなった。そして、中林の提案通り、俺は初日の5000万を別にしても、さらに1000万売り上げることができた。嘘だ。こんな納金が。中林は真っ青になって打ちひしがれていた。やあ、大森くん。社長？
お久しぶりです、金森さん。直接顔を合わせるのは久しぶりか。聞いたよ。戻って二日にもかかわらず、6000万円も売り上げたって。さすがだな。そこに金森社長が来て、俺の肩を叩きながらいたわってくれた。俺を見つけてくれたのは金森さんですから、その期待には応えないと。なんで社長とそんな親しげなんだよ。金森さんに気安く話しかける俺に驚いたのか、中林は震える人差し指を俺に向けてきた。彼はね、私がトライアスロンの大会で見つけたのがきっかけで、うちに来ないかと誘ったんだ。金森さんは俺が会社に就職した経緯を語り始めた。これでも俺は高校生の時からトライアスロンの選手として有望視されていた。オリンピックや世界大会へ出場し、メダルも取れるのではと言われていた。しかし、トライアスロンはお金のかかるスポーツだ。大会に参加するための参加費や交通費、自転車の整備代など。ソータの夢のためだからな。ええ、あなたは気にしなくていいの。両親はそう言ってくれたが、頼りきりになるわけにはいかないため、俺はアルバイトをしながら工面していた。大森ソータくんだよね。はい。失礼、私は車のディーラーを経営している金森というんだ。君のトライアスロンでの活躍を見させてもらったよ。そのアルバイト先で声をかけてくれたのが金森さんだった。アルバイトは大変だろう。君さえよければ支援させてもらえないか。え、いいんですか。金森さんの方から俺の支援を申し出てくれた。そしてスポンサーとして社内で支援できる体制を整えてくれた。そんな金森さん自身もスポーツマンだ。今は趣味で行う程度だが、若い頃は陸上競技に打ち込んでいたのだという。だから頑張ってる君を応援したいんだ。ありがとうございます。それから俺は高校を中退してそのまま就職。社員として働きながら大会に出られるような体制を作ってもらっていた。この職場はその頃からの付き合いの人も多い。営業のやり方を教えてくれたのはここの人たちだ。実は俺が今まで海外の支社にいたのも、標高の高い地域に拠点を置き、トレーニングを行い、心肺機能を鍛えるため。もちろん仕事の方も手は抜いていない。そんな俺が帰国したのは、日本での大会が近く開催されるためだった。調整のために帰国し、久々に本社で働くことになったのだ。君と大森くんは違う分野でそれぞれ違う努力をしてきた。努力の種類が全く違うのだから、どちらが上とは言えないのではないか。金森さんが中林にそう問いかけると、何かを感じたのか、うなずいて何も言わなかった。その後、中林は嫌味は時々言うし、俺のことを脳筋というのは変わらない。大森さん、こちらお願いしてもいいですか。はい。だけど少し当たりが柔らかくなった。少しは認めてくれたのかな。そう思いながら仕事とトレーニングに励んでいた。それから少しして大規模な展示会が開催されることに。うちの会社もブースがあり、新しいプロジェクトを発表することになっていた。会社としては社長をはじめ役員などが現地に向かっており、普通の社員は普段通りの仕事をしている。俺と中林も変わらないはずだった。その時会社の電話が鳴った。え？はあ？と電話を取った社員が大声を上げたことで、みんなの視線が集中した。何かあったのか？それが何でも新作の車を発表する予定だったが、よりにもよってその車の鍵を会社の金庫に忘れてきたのだという。このままでは車の機能を十分に見てもらうことができない。それを理解するのと同時に顔を青くした。映像などで紹介はできるが、それだとこの展示会で実物を見てもらうという機会が無駄になってしまう。俺が届けます。そんな話を聞いて俺は名乗りを上げた。
でも交通規制があるから車で現地まで行けませんよ。だからこそです。俺が走って届けます。会場までは30キロの距離だ。制限時間は1時間。途中まで車で行って、その後走れば間に合うかもしれません。もう彼にかけるしかない。そして俺が準備をしている間に他の社員が鍵を取りに行った。じゃあ俺が途中まで車で送ると中林がそう名乗り出た。中林さん、俺も今回の展示会では準備に携わっていた。台無しになるのは嫌だ。何より自分が走ると言った大森さんの助けになりたい。そう言ってまっすぐに俺を見てくる中林。お願いします。それに対し俺は頭を下げて頼んだ。例の鍵です。二人ともお願いします。はい。俺たちは鍵を受け取り、急いで社用車に乗り込んだ。くそ、混んでるな。休日ということもあり道路は混雑していた。このままだと。って中林さん、どこに？大丈夫だ。休みのこの時間ならこっちの道の方が早い。思わず焦る俺だったが、中林は冷静だった。裏道を抜けて空いている道を予測しながら進んでいく。中林さん、こんな道よく知ってましたね。思わず中林にそう聞いた。営業するためにここら辺の地図は全部頭に叩き込んだ。すげえ、ナビよりすげえ。中林の言葉に俺は素直に感動した。俺は体を動かすのは得意だが、そういった暗記は苦手だ。ちらっと中林の顔を見る。悪い気がしなかったのか、口元が笑っていた。ここまでだな。会場まで5キロのところで車が動かなくなった。ここからは走ります。そう言って俺は車から降りた。信じてるぞ、頑張れ。背後から聞こえる中林の声に送り出されて俺は駆け出した。鍵を握りしめて必死に走る。大会用の動きやすいユニフォームじゃない。スラックスにワイシャツ、邪魔になるネクタイはポケットに突っ込んだ。革靴だけは走りにくいから会社のロッカーに置いてあったシューズに履き替えたが、いつもの格好よりずっと走りにくい。絶対間に合わせる。それでもみんなの思いをつなぎたいと思って走り続けた。送り出してくれたみんなの言葉を思い返しながら走っていると、ついに会場が見えてきた。入り口で手を振っているのは金森さんと他の社員だ。この中でも女性社員は感極まったのか涙を流していた。金森さん、これ。ありがとう、よく頑張ってくれた。金森さんに鍵を渡すと背中を叩かれる。そして急いで会場に戻る金森さんたちを見送り、俺はそのままアスファルトに寝転んだ。今まで多くの大会に出てきたけど、今日ほど疲れたことはなかった。そして今日ほど充実した気持ちになったこともなかった。よっしゃ。会場からは大歓声が聞こえてくる。うまくいってくれたらしい。俺はスマホを取り出して中林に連絡する。間に合いました。そうか、さすが大森さんだ。近くの店に泊めてるからゆっくり歩いて来い。はい。中林の声も嬉しそうだった。会社への連絡は中林の方でやってくれるとのことだ。あの、阿久津さん。深く深呼吸して起き上がると、泣いていた女性社員である阿久津ひなさんが声をかけてきた。これは、ありがとうございます。差し出されたのは水。ありがたく受け取り笑顔でお礼を言った。こちらこそありがとうございました。かっこよかったです。その言葉に思わず照れてしまう。本当にトライアスロンをやっていて、この会社で働けてよかったと思えた。発表会は無事大成功を収め、会社には問い合わせが殺到することに。社員は嬉しい悲鳴を上げることになった。
これも大森と中林のおかげだな。そんなことないですよ。というか金森さんが原因でしょ。そのうっかりいい加減直してください。ははすまんすまん。それにより会社の業績も上がっていった。大森くんはもうすぐだな。はい、期待しているからな。期待に応えられるよう全力で頑張ります。そう、日本での大会はもう目の前まで迫っていた。あれ、そうだ。え、そんな矢先、職場に子供の頃、まだ村にいた頃によく坂道で競争していた友人がやってきた。展示会でここの車見てさ、絶対欲しいと思ったんだよ。そしたらお前がいるなんてな。俺も驚いたよ。というか、お前もしかしてトライアスロンやってる？やってる。これでも日本代表を目指すくらいの実力だ。やっぱり。いや、テレビで見たことあったんだけどさ、同姓同名なだけで村にいたお前とは別人なんじゃないかとも思って。ひどいな。だって山奥にいた頃は今みたいに日焼けしてなかったし。そう言って笑う彼は例の車を購入し、トライアスロンの方も応援してると言ってくれた。不思議な縁もあるもんだ。応援されたからにはいい結果を出さないとな。さて、もう一つの方も頑張るとするか。数日後、俺はある大会に出ることになった。日本代表を決める大会でもある。大森さん、頑張ってください。ありがとう、阿久津さん。あれから何かと声をかけてくれ、いろいろサポートしてくれる阿久津さん。彼女に見送られ気を引き締める。そして社名が入ったユニフォームを着てスタート地点に立った。ふう、合図とともに俺は飛び出した。トライアスロンは過酷な競技である。スイム、バイク、ランをそれぞれ自分一人でゴールを目指すのだ。だけど俺は孤独を感じてはいない。俺の手首についているリストバンドには会社の仲間や金城さんたちからの寄せ書きが書かれている。苦しい時にそれを見ると元気が出てくる。絶対負けねえ。俺は笑みを浮かべてがむしゃらにゴールを目指した。大森さん、阿久津さん、すごいです。やっぱり大森さんはかっこいい。ゴールで待っていた阿久津さんが俺に抱きついてくる。ヘロヘロで汗だくな俺なんてかっこ悪いだろうに、それでもかっこいいと言ってくれた。阿久津さん。はい。今回の結果で日本代表に選ばれたら俺と付き合ってくれますか。直前まで気づかなかったリストバンドに書かれたメッセージ。阿久津さんから、走る姿に惚れました、好きですと小さく書かれていた。はい、やった。もし選ばれなかったら私が告白しますね。そう言って笑う彼女に内心もうされてるんだよなと思った。結果、俺は無事に代表に選ばれた。今日は大森くんの日本代表になったことを祝して壮行会を開会する。そして壮行会が行われた。みんなが俺におめでとう、頑張れと声をかけてくれる。大森さん、あ、中林さんと中林が俺に声をかけ、そのまま隣に座った。俺は大森さんのことを上司として誇らしいと思っている。ありがとうございます。はじめの頃ひどい態度をとって申し訳ないと思っている。本当にすまなかった。いえ、いいんですよ。実際俺は中林さんみたいな学歴がありませんし、俺は自分の学歴に誇りを持っているんだ。中林が自分のことを話してくれた。中林の家では学歴主義というか、家族がみんな高学歴なこともあって、勉学で努力するのは当然、いい大学に行くのが普通、みたいな感じだったらしい。幼い頃から努力を続け、俺も念願の東大を卒業したんだ。努力さえすれば、
学歴が低いことなんてない。そう考えて俺なりの努力をしていた。それが中林にとっては普通のこと。そして学歴がないものは努力をしなかったものだと決めつけていたんだ。そんな考えがあって、中卒の俺は何の努力もせずにいるやつだと判断したらしい。だから俺に無理なことを押し付けて辞めさせてやろうとも思っていたとのことだ。あの時社長に言われた努力の種類は人によって違うという言葉を何度も思い返したんだ。それで中林は話に出ていたトライアスロンについて調べたらしい。初めて知った過酷なレース。俺には大森さんのように泳いだり自転車を漕いだり走ったりすることは到底できないことだ。だけどあの展示会の時に駆け出す俺を見て、彼はそんな過酷なレースで戦っているのを認めた。そして実際に大会での様子を見に来たらしい。大森さんは相当な努力をしたんだということが理解できた。中林さん、勉強ばかりできてもダメなんだよな。そう自重する中林。それは違いますよ中林さん。え？俺がすぐに否定すると、中林は驚いたように俺を見る。あの展示会の時、中林さんの知識があったから裏道を抜けてなんとか発表に間に合ったんです。それだけじゃありません。普段から中林さんの知識には助けられることがたくさんありました。足りないところを補ってこその仲間です。完璧な人間なんていないのだから、助け合っていきましょう。俺の言葉に中林が笑う。その通りだな。そう言って笑った彼は随分幼く見えたのだった。それから俺は日本代表としてのトレーニングに励んでいる。お疲れ様、ゾータさん。ありがとう、ひな。恋人になった彼女も俺を懸命にサポートしてくれる。彼女が来てくれてよかったわ。今までサポートしてくれた母も彼女に感謝していた。父は今まで通り俺の背中を押してくれている。仕事の方では中林が中心となってやってくれているらしい。先日みんなからの応援メッセージが届いた。中林からのメッセージもその中にあった。さて頑張りますか。そして俺自身もみんなの応援に応えるために奮闘する。こうやってお互いに助け合っていい結果が生まれるんだ。それを忘れず俺はレースに挑んだ。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。みんな大した大学じゃないな。就活で訪れた会社の社員は面接に来た数人の就活生の履歴書を見ながら嘲笑った。さらに自分が京大卒であることを意気揚々と繰り返しひけらかした。そして誰も知るわけがない問題を出し続ける彼に対し、俺は次々と正解を述べていく。それを不満に感じたのか、彼はさらなる理不尽を押し付けてきた。これが解けたら年収3億で雇ってやるよ。そう言って俺に渡してきたのはコピー用紙に手書きした数学の問題だった。四季とにらめっこする俺を彼はニヤニヤしながら見ている。低学歴に解けるわけがない、そう思っているのだろうが、俺は出題者に笑みを返す。今すぐ年収3億用意してくださいねと言葉も添えた。その笑顔の意味とこの後に待ち受ける運命を彼は知る由もなかった。俺は山口一馬。生まれも育ちも特別なことはなく、ごく普通の一般人である。運動神経は一般レベルだし、勉強の成績も平凡。普通と評価されるにふさわしい俺だが、昔から一つだけ自信を持てることがあった。お会計3452円です。実家が小さな商店を営んでいて、
幼い頃からおばあちゃんの店番をよく手伝っていた。おっと、細かいのがないや。常連客の男性はそう言い、申し訳なさそうに財布から1万円札を出した。俺はそれを受け取って即座にお釣りを返す。大丈夫ですよ、こちら大きい方、5000、6000円と。5000円札と1000円札を1枚ずつ渡す。財布に入れ終わったのを確認し、548円です。残りの小銭とレシートも渡した。おお、すごいね、カズマくん。電卓はいらないの？お会計のシステムが古いため、スーパーやコンビニのようなレジの機械はない。お釣りの計算は電卓を使うか、もしくは、うん、自分で計算できるよ。暗算するしかない。まだ3年生だっけ？そうだよ。偉いな、カズマくんの将来が楽しみだ。最初は俺もおばあちゃんに習って電卓を使っていた。けどボタンを押す操作がいまいち苦手で、次第に自分で計算できた方が早いなと思うようになった。忙しい時はなおさらだ。それからというもの、俺は暗算でお釣りを渡すようになった。実践し始めた小学2年生の頃はよく間違えて指摘されていた。しかし1年近く経過した今、計算のスピードも正確さも格段に良くなった。会計の効率化のために始めたことだったが、思い返してみれば途中から褒めてもらうことが嬉しくなって続けていたようにも感じる。まあそれはそれとして、この計算能力が平凡な俺が唯一自信を持てる力であったのだ。自信があるとまでは言い難いが、俺は昔から好奇心旺盛だった。わからないことがあるとすぐ家族だったり先生だったりに聞いて追求していた。ねえお母さん、どうしたの？お昼の空は青いのに、なんで朝と夕方はオレンジなの？難しいこと聞くわね。簡単なことならすぐに教えてくれたし、両親でもわからないようなことならわざわざ調べて教えてくれた。常日頃からなぜと問い続ける俺は、よくなぜなぜくんといじられていた。そうやって年齢に不相応な雑学を学び続けた甲斐あって、学校では友達から物知り博士なんて呼ばれた。時間によって空の色が変わる理由だとか、北極より南極が寒い理由だとか、図鑑に載っている恐竜の姿や色が正しいとは限らないとか、サイコロの出目は均等じゃないとか、当時でもそんなことを知っている同級生はいないだろうと多少自負していた。中学校に上がった頃、俺はあらゆる教科が楽しくて仕方なかった。勉強するのが好きだったのだ。国語では偉人の文学作品に触れ惹かれた俺は、授業とは別に文庫本を手に入れて読みふけった。理科を学ぶと身の回りの現象を面白く感じるようになり、生き物図鑑や科学情報誌、時には海外の論文にまで手を伸ばした。その影響で英語は勝手に読み書きできるように。社会も面白い。どんなシステムで日本という国が運営されていて、他国との違いは何なのか、過去にはどんな人物が存在し、誰が何を考えてどんな出来事が起きたのか、どのようにして今の世界に至ったのか、やはり俺は自分の好奇心に任せて勉強を続けた。主要5科目の中でもとりわけ数学は群を抜いて俺を引きつけた。思いつく理由は2つ。1つは数学の普遍性だ。正しいと証明されたことは基本的には常に正しい。理科のような例外があることは稀だし、歴史や国語のように人の思いという曖昧さが存在しない。その美しさだ。もう1つは単に計算が得意だからだ。かれこれ6年以上も店番を手伝っている。
相変わらずお釣り計算は暗算でやっていて、そのおかげかそれなりに高い計算能力が身についていた。中学2年生の時、俺のクラスの担任は数学担当だった。荒木義行先生は本来数学を担当している先生が産休に入るので、その代替で臨時講師としてクラス担任まで務めていた。年齢は25歳。年長の教員が多かった母校の中では荒木先生が最年少であった。先生、この問題がわからなくて、お時間よろしければ教えていただきたいのですが。どれどれ？おっと、こいつはたまげた。俺が持って行ったのは学校の授業で使っている教科書ではない。そのレベルならわざわざ先生に聞くまでもないからだ。まさか中二の生徒が東大の赤本なんか持ってくるとはな。そう驚愕する荒木先生の顔はどこか嬉しそうであり楽しそうでもあった。何を隠そう、この先生は超がつくほどの数学オタクなのだ。少し変わったところがあるが、俺はそこも含めて彼を尊敬している。朝だろうと放課後だろうと、俺が質問しに行くと先生はいつでも心よく受け入れてくれた。問題を教えてくれるだけにとどまらず、荒木先生はおすすめの問題集まで教えてくれた。単に難しいのではなく、面白い問題、美しい問題が数多く掲載された問題集であり、数学の楽しさが凝縮されているように感じた。ある日の放課後、俺はまた荒木先生のもとへ向かった。教えてもらった問題集を見事一周解き終えたことの報告である。荒木先生、一周終わりました。おお、やるじゃないか。山口にとっては物足りなかったか？先生の目は輝いていた。数学を語り合える相手がいて嬉しいのだと見える。いつからか荒木先生と俺は生徒と講師というより数学オタク仲間と言った方が正しいような仲になっていた。もちろん親しき仲にも礼儀ありだし、相手は先生、メリハリはつけている。いえ、結構噛み応えがありましたよ。両門ばかりでしたし楽しかったです。そいつは良かった。んじゃ、そんな君に俺から宿題を出してやろう。荒木先生はふっと笑い、クリアファイルからコピー用紙を出した。胸ポケットに入れた黒のボールペンを使い文字を書いていく。どんな問題なのだろうかとワクワクしながら見ると、コピー用紙にはこのように記されていた。荒木義彦にも解けない数学の問題を作れ。その内容に唖然とする俺。先生は続ける。君はもう問題を解くことに関しては十分なレベルだ。だからこそ別の視点に立ってほしい。別の視点？先生によると、問題を解いているだけでは見えない景色があるらしい。そこにはまだ見ぬ数学の面白さが隠れているので、それを知ってほしいのだと先生は語った。わかりました、やってみます。楽しみにしてるぞ。宿題の内容が書かれた用紙を受け取り、その日は帰宅した。翌日、俺は早速問題を作り荒木先生に出題した。しかし、まるで赤子の手をひねるかのように、あっという間に解かれてしまった。美しい問題だな。どれだけ君が数学を愛しているのかがひしひしと伝わってくるよ。ペンを胸ポケットに戻し、先生は続けた。けど、美しさに固執するあまり難易度が犠牲になってるな。言われてみれば確かに難易度は高くない。先生のおっしゃる通り、綺麗な式と綺麗な解にこだわりすぎたように思える。よし、また自信作ができたら持ってこい。いつでも待ってるからな。はい。さらにその翌日、また問題を作り上げた俺は
今度こそ、と意気込んで先生のところへ持って行った。2問目は1問目とは違って回答するのに時間がかかった。結局、正解されてしまったものの、昨日に比べれば進歩したのではないだろうか。そう自負しながら好評に耳を傾ける。確かに難しい問題だ。思ったよりも時間がかかってしまった。けど、君は自分の問題を見返してみて、どう思った？荒木先生の言いたいことはすぐに分かった。作文しながら、俺も同じことを思っていたからだ。汚い、ですよね。まあ、悪く言えば、そうだな。今度は難易度に意識を向けすぎてる。これでは、良問とは言えない。先生がうなる問題を作るには、最高峰の難易度に、プラスして、同じく、最高峰の美しさを持たせなければならない。それから、何度も何度も挑戦し続けた。1問目を超える美しさと、2問目を超える難易度。その2つの両立を目指し続け、もう1ヶ月が経った。作文すること、22問目。お、こいつは。問題との対面から数十分、外の景色が暗くなり始めた頃、計算する先生の手が止まった。いつものボールペンが先生の手の上で軽快に回る。やるじゃないか、山口。え？いやー、参った参った。この問題、俺には解けないぞ。彼が敗北宣言をするも、俺は数秒もの間、その言葉を理解できなかった。遅れて事態を把握し、一気に感情が溢れ出した。本当ですか？ああ、凄まじい難しさだ。どの角度からアプローチしても、解に近づいている気がしない。なのに、問題文は極めて簡潔。これ以上ないくらい、素晴らしい問題だと思うぞ。やった！やった！思わず拳を握り、渾身のガッツポーズを決める。普段は隅っこで静かにしているような俺だが、この時だけは一丁前に騒いだ。それだけ、打倒先生に燃えていたのだ。帰宅して夕飯を食べ、風呂に入っても気持ちは高ぶったまま、布団で横になろうが、目をつむろうが、思考回路がぐるぐると回り続ける。そのうち、気絶するかのように眠りについた俺だが、翌日、寝不足で一日しんどかったのは言うまでもない。そんなことがあってからさらに数ヶ月、数学がますます好きになった俺は、ついにミレニアム検証問題に手を出し始めた。解決すれば賞金100万ドル。競争相手は世界中の天才数学者たちだ。さすがに一筋縄ではいかず、毎日職員室と図書室を往復していた。時には寝る間も惜しんで没頭し、クマを作った。そんな状況を見かねた荒木先生は、俺にとある提案をした。僕が国際数学オリンピックに？ああ、もうすぐ受付が始まる。ぜひ山口に参加してほしいんだ。気分転換にもちょうどいいだろう。確かに、いいリフレッシュになりそうだ。それに、自分の実力が世界でどこまで通用するのかも気になる。わかりました。参加してみます。そう来なくっちゃな。よし、手配は俺に任せろ。はい、よろしくお願いします。と、半ば手を引かれる形で参加した数学オリンピック。まさか、国際大会で、金メダルを取ってしまうとは思わなかった。世界でも十分戦えると知った俺は、自分の数学力に自信がついた。いつの間にか変わったやつと言われるようになってしまったのだが、その自信が周りなんか関係ないぞと告げる。俺は数学が好き。故にいつも四季を眺め続ける。その時間がとても幸せだった。中学3年生の頃、
俺を取り巻く環境は一変。産休を取っていた先生の代替を終えた荒木先生とはお別れせざるを得なかった。さらに不幸なことに、実家の商店の経営が立ち行かなくなり、閉店を余儀なくされた。おばあちゃんには認知症の症状が見え始め、施設に預けられることになってしまった。そんな状況で、心労がただったのか、父は病に倒れ、そのまますぐに他界した。兄弟のいない俺は、母と二人で残された。住宅兼、店舗として使っていた建物を売りに出し、家賃の安い、遠くの地方へ引っ越すことに。あらゆる絶望が津波のように押し寄せてきて、まるで悪い夢のように感じた。転校先では変わり者として輪になじめず、寂しい一年間を過ごした。その間、荒木先生の記憶と数学だけが生きがいであった。それから三年弱、高校生活も終わりが見え始め、もう本格的に進路を決定しなければならない。このまま時間を過ごしても、それなりの大学に入る自信はあった。しかし、ねえ、母さん、俺さ、大学行かないで働くよ。進路選択を前に、俺は母さんにそう切り出した。何を言ってるの、カズマ。ずっと大学に行きたいって言ってたじゃないの。そうだけど、母さんにばかり負担はかけられないよ。店を閉めて父を亡くした俺を、母さんは女手一つで育ててくれた。その生活が始まってもう4年が経っている。大学に行けばさらに金と時間が必要になってしまう。そんなことは気にしなくていいのよ。カズマの大切な人生なんだから、あなたがやりたいことをやりなさい。でもそれじゃあ、家の都合で息子が不自由だなんて、それが一番の不幸じゃない。カズマには誰からも形を決められず、自由に羽ばたいてほしいの。母さん。その言葉を聞いて、俺は情けないことに涙を流した。精一杯の感謝をしながら、俺は進学する道を選んだのであった。そんな大学生活も無事に終わろうとしている。留年することなく4年で卒業できそうだ。卒業研究を進めながら就活にも力を入れる。家のことは気にするなとは言われたものの、実家から離れなくて済むよう近場で仕事を探した。おばあちゃんの施設代も年金だけでは厳しいし、母さんにもいつ何があるかわからず心配だからだ。就活のオンラインシステムにプロフィールを登録したところ、早速面接の案内をもらった。業種は IT 系で、実家から1時間もかからない場所が勤務地になるという。なかなか好条件だと考えた俺は、そこを受けてみることにした。じゃあ行ってくるね。ええ、行ってらっしゃい。最後に玄関の鏡で自分の身なりを確認。よしと内心で気合を入れ、未だに履き慣れない革靴で音を立てながら家を出た。そんな俺を母さんは優しい顔で見送る。返答するように俺もまた笑顔を向けたのだった。緊張しながら会場入りし、係の人から説明を受けた。指定された場所で待機していると、やがて俺と他数名の名前が呼ばれる。明るい声を意識して返事をし、案内されるがまま面接を受ける部屋の前へやってきた。所定の動作でもって入室。面接官は男女一人ずつの計2名。男性の方は痩せていて背が高く、眼鏡をかけている。神経質そうな人だと勝手に想像してしまう。どちらも30歳くらいに見えた。着席を促され、失礼いたしますと口にして座った。すると早速男性の面接官から話し始めた。本日担当させていただく岡村です。
彼に続いて女性も名乗り、一同がよろしくお願いいたしますと挨拶をした。俺含む就活生らが岡村さんに履歴書を提出。彼は眼鏡を光らせながら一枚ずつ流し読んだ。一分ほどそうした後、再び口を開く。みんな大した大学じゃないな。聞こえてきたのはそんな言葉だった。驚いた俺たちは何も言えずに座っている。女性の面接官はうつむきながらもあたふたしているように見えるが、そんなことは気に留めず、岡村さんは鼻で笑ってから続けた。俺はな、兄弟卒なんだ。俺よりバカなやつはいらないんだよな。学歴至上主義か。はい、君、山口くんに質問ね。はい。1から10までの全ての整数で割り切れる最小の数は？質問を聞いて耳を疑った。自己紹介とか PR とかそんなことを聞かれる前提でいたからだ。わからない？ま、そうだよね。君くらいの学歴じゃパッとは。高校を出た後、俺は実家近くの大学に通った。理由は近くで就職したい理由と同様だ。そのため俺の出身大学は中程度のランクにとどまっている。2520です。おお。学歴や知識でマウントを取りたかったのだろうが、質問内容は数学。俺はなるべく落ち着いた風を装いながら答えた。じゃあ日本神話の序盤で悪霊を退けた植物は何だ？何なんだこの人は。ただただそう思った。数学に関する雑学を即答されたのがよほど悔しかったのか、もはや何の関係もないジャンルから出題してきた。だがおあいにくさま、幼少期に物知り博士と呼ばれたことのある俺はジャンル不問で細かいことをいろいろと知っている。桃です。また即答してやると、岡村さんは悔しさを顔に出した。続けて何問も無関係な質問をしてきた。しかし俺は次々と正解を述べていく。それを不満に感じたのか、彼はさらなる理不尽を押し付けてきた。じゃあこれを解いてみろ。思うように誇れずイライラしたのか、岡村さんは何やら書類の裏面に殴り書きをしている。ほら、取りに来い。その紙を雑に俺の方へ差し出した。見ると彼の感情がにじみ出たような汚い字で数学の文章題が書かれている。え、これって。はっ、解けないか。そうだろうな。俺の不満げな表情を確認した途端、岡村さんの機嫌は幾分か良くなった。やはりただマウントを取りたいだけだったのだ。これが解けたら年収3億で雇ってやるよ。四季とにらめっこする俺を彼はニヤニヤしながら見ている。低学歴な俺に解けるわけがない、そう思っているのだろうが、俺は出題者に笑みを返した。ああ、確かに難しい問題だ。初見なら解けなかったかもしれない。初見なら、な。できました。3億、約束してくださいね。ものの数分で答えを書き、面接官に返却。は？驚いたためか、ふぬけた声とともに俺を睨んできた。適当に書いて、ごまかそうとすんな。採点をお願いします。震える両手でその紙を持ち、俺の回答を見つめる岡村さん。どれだけ時間が経っても彼からの正誤判定は告げられない。残念だな。間違いだ。岡村さんは答えをご存知なんですか？は？この問題は。右手に持っていたペンを胸ポケットに戻しながら彼の目を見る。
こんなに難しい問題を俺がさらさらと流れるように解くことができた理由、それを言い放った。私が中学生の頃に作った問題ですよ。え？なぜ私と私の恩師しか知らないはずの問題をご存知なのですか？そう聞くと彼は顔を赤くしてまた震え始めてしまった。その時面接に使っている部屋の扉が開いた。同時に一人の男性が入ってくる。雰囲気は変わっていたが見知った人だった。俺とて驚いたのだが、岡村さんはもっと驚いており、かき消されてしまった。荒木社長。え、社長？現れたのは俺の恩師にして数学にのめり込むようになったきっかけの人物、荒木義行先生であった。岡村さんが社長と呼んだことで俺の驚きは倍増。資料などで事前に会社のことは調べていたから、荒木先生が社長なら気づくはずだ。荒木先生、お久しぶりです。おう、久しぶりだな、山口。聞くと、中学の臨時講師を退任した後、この IT 企業に中途で入ったそうだ。あまりに優秀であったため、スピード出世。なんと、新社長に就任したようだ。俺がもらった資料や閲覧したホームページは、まだ内容が最新じゃなかったとのこと。岡村さんがあの問題を知っているのは、先生が飲みの席で話したからだという。ところで岡村君、少し聞かせてもらったがね、数学や日本神話の雑学は面接マニュアルに書かれているのかね？それは書いていないな。なぜそのようなことをした？その優秀な人材に入社してほしいと思い、この人たちでは学歴が良くないと。彼から話を聞いた荒木先生は、そうかそうかとうなずいた。山口君のように学歴関係なく優秀な人はいる。いくら有名な大学を卒業したからといって立派な人とは限らない。先生は少しためて息を大きく吸って続けた。君のことだよ、岡村君。う、社長に一括され、岡村さんはすっかりおとなしくなった。さて、君たちには申し訳ないことをしたな。謝罪の言葉を並べながら、荒木先生はその場の就活生の履歴書を流し見た。素晴らしい経歴じゃないか。みんな一次面接は合格とする。年収3億円は約束できないが、ぜひ二次試験も受けてくれ。その数日後、二次試験の案内が届いた。岡村さんのような人がいるのかと少し悩んだが、荒木先生の元で働けるならと内定を目指すことにした。3時まであった試験も無事に終わった。まあ最後は社長面談であり、ただ荒木先生と話をして終わったのだが、内定をいただいた俺は迷うことなく入社を決めたのだった。 IT 企業というだけあって、社長もそうだが社員は若い人が多い。俺は新人として、まずはデータの集計や統計から担当した。数学の知識が大いに役立ち、仕事ははかどっていた。岡村さんとは部署が違うのでめったに会わないが、時々廊下ですれ違う。最初は気まずかったのだが、ただ恨めしそうに睨んでくるだけなので、そのうち慣れてしまった。今では、ああ、見られてるな、くらいにしか思わない。2年先輩の井村正義さんは、岡村さんってさ、背も高いし、ちょい怖いよな、と言っているが、面接時のシュンとした彼を見てしまったがゆえに、俺は怖さを全く感じなかったのだ。入社からしばらく経った頃、
大企業向けにプレゼンをするという案件が来た。先方の新しいシステムを制作するプロジェクトだとのこと。嬉しいことに、俺は新人でありながらプロジェクトメンバーに抜擢された。同じ部署からは井村さん、他部署からは岡村さんが参加するようだ。マジかよ。岡村さんの参加を聞いた先輩は露骨に嫌そうにする。まあまあ大丈夫ですよ先輩。じゃあ、あの人の処理は山口に任せた。処理って半笑いで返したが、井村さんは割と真面目に言っているように見える。やれやれ、変な仕事が増えてしまった。いよいよプレゼン前日。遅刻というほどじゃないが、出社がいつもより少しばかり遅くなった。急いで事務所に入る。おはようございます。ああ、山口、大変なんだよ。焦った様子で井村さんが言う。よく見ると他の人ら、特に例のプロジェクトメンバーが焦燥に駆られている。何があったんですか？明日のプレゼンに使うデータと作ったシステムそのものが消えてるんだ。え？何かの冗談か、はたまたドッキリか。一瞬、遅れてきた俺への罰だろうかと考えた。しかし、どうやら現実の出来事であるようだ。バックアップしてましたよね。確認したが、そいつも消されてる。マジですか？あれ、金庫に入れた USB は？あれなら最新ではないですけど、ゼロになるよりは。期待を込めて言った俺だが、井村さんは首を横に振った。先輩が出社した時には金庫が開けられており、中の USB メモリはなくなっていたという。金庫には無理やり開けられた痕跡はないため、社内の人間による犯行だと思われる。犯人探しをするより復旧が先だろう。疑心暗鬼になったその場を岡村さんが沈めようと言った。確かに彼の言う通りだ。犯人は後でも探せるが、プレゼンの時間は1秒たりとも待ってくれはしない。メンバーはそれに賛同し、大急ぎで復旧作業に取り掛かる。しかし井村さんだけは違った。犯人探しをしないって言うなら岡村さんが一番怪しいでしょ。ちょっと先輩。ああ、勝手に疑っていればいいだろう。そんなことより先に手を動かしてくれないか。先輩は岡村さんを疑っているようだが、誰よりも率先して動いているのは岡村さんだった。システムの復旧は困難を極めたが、俺の数学力をフル活用することでなんとかなった。途中から荒木先生、いや荒木社長も手伝ってくれたおかげでもある。岡村さんたちも全力を尽くしてくれたため、プレゼン資料も出来上がった。その日、井村先輩はずっとイライラしている様子だった。手伝ってくれてはいるものの、仕事が手につかないようだった。みんな、よくやってくれたな。薄暗くなった事務所に社長の声が響く。外はもう真っ暗。時計を見ると長針も短針も12を指していた。お疲れ様でした。みんなが口々にねぎらいの挨拶をする。本当なら急いで帰るところだが、あいにくもう電車はない。わざわざ何千円もかけてタクシーで帰るというのもバカバカしい。仕方なく俺たちは会社に泊まることになった。数分席を外していた社長が事務所に戻った。その手には大きなトレイがある。みんな本当にご苦労様。俺からのねぎらいだ。受け取ってくれ。そう言って彼はトレイを机に置く。届いたのはなんと寿司だった。こんな時間まで配達してくれるところがあるのか、とそんな驚きの感情は一瞬で破棄した。そういえば夕食のことを忘れて没頭していたな。ごちそうを前に誰しもが空腹を思い出したのであった。
あれよあれよという間に寿司は減っていき、トレーにはガリとバランだけが残った。さて、腹は膨れたかな。食事が終わり、いよいよ眠くなってきた頃、社長がメンバーに向かって話を始めた。右手にタブレット端末を持ち、左手で操作しながら話を続ける。大事なデータとそれが入った USB メモリの消失、いや、大変な事件だったな。そういえば、そのせいでこんな時間まで残っていたのだと思い出した。しかし、犯人も爪が甘いな。我が社のセキュリティを見くびってもらっては。そのように言いながら、社長はタブレットの画面を俺たちの方に向ける。困るよ、井村君。そこに映っていたのは、金庫を開けて USB を取り出す井村さんの姿であった。映像が撮られていたのは今朝の6時半頃。その時間に出社しているのは鍵当番くらいなものだ。彼の当番は先週だったはずである。今週の鍵当番は他部署の女の子だ。彼女が言うには6時頃、そこのコンビニに見覚えのある車が止まっていたそうだ。井村さんの姿を見たわけではなかったそうだが、8時頃に同じ車が会社の駐車場に止まっていたので印象に残っているという。色や車種、ナンバーまでもが割れてしまい、彼はもう四面楚歌だ。さあ、説明してもらおうか。う、社長に詰め寄られた彼はうつむいてうなった。メンバーが向ける冷たい視線に気がついたのか、井村さんはやがてボソボソと喋り始めた。実は別の会社から引き抜きの話をもらっていまして。優秀な人であるがゆえに、他社から秘密裏にヘッドハンティングの話があったという。この会社よりも高待遇で断りきれなかったのだという。けどその待遇を受けるには条件があると言われました。それが今回の動機です。このプロジェクトが成功すれば、競合他社に対してうちが大きくリードすることになる。そうはさせまいという考えから命じられたのだと彼はおえつまじりに語った。だがどんな事情があるとはいえ、彼の行為は許されることではない。社長はその場で解雇を言い渡し、半ば強制的に帰宅させた。みんなが寝静まった頃、俺は眠れずに窓から空を眺めていた。眠れないのか？あ、社長。ええ、眠いには眠いんですけどね。緊張もあるし、俺に仕事を教えてくれた先輩がいなくなったことへの悲しさもあった。まあ、いろいろとあったからな。じゃ、気が晴れるまで数学でもやるか？いや、さすがに勘弁してください。二人で笑い合うと、中学2年の頃を思い出した。そうだ、この際だから話しておくが、君をこのプロジェクトに参加させるよう言ってきたのは、実は岡村くんなんだ。え、岡村さんが？ああ。一体どういう風の吹き回しなのだろう。一次面接からずっと恨まれているものと思っていた手前、かなり衝撃を受けた。とは言いながら、今日のことで少し彼を見直した節がある。必死に復旧作業をする姿を見て、当初の印象から180度変わった。人は変わることができる。良くも悪くもだ。岡村さんや井村さんのようにな。岡村君は君の能力を認めているようだよ。彼も優秀な人間だ。少し変わったところがあるがな。それは社長もでしょ。そう喉まで出かかったが、抑えた。お前もなと言われておしまいだからだ。それからもうしばらく語り合い、緊張よりも眠気が勝り始めた。ああ、山口。はい。君が作ったあの問題、そろそろ答えを教えてくれないか？いいですよ、10年越しの答え合わせといきましょうか。
デスクにあった不要な書類の裏面に問題文と説明を記していく。さすが先生、難所の理解が早い。それに詰まっていた場所もコロンブスの卵であったようだ。そして最後、つまり答えは不定形です。なるほど、不定形か。ええ、人間みたいでしょ。ああ、数学のようで人の心のようでもある。本当に難しく美しい問題だな。本音を言えば、あの頃みたいに数学について語りたかった。しかし今は仕事が優先だ。いい加減に寝てプレゼンに備えよう。クッションを重ねて横になると、よほど疲れていたのか、俺はすぐに眠りについたのであった。翌日、先方へのプレゼンは大成功。うちのシステムを採用してくれることとなった。今後は秘密保持契約の更新をはじめ、もろもろの手続きを進めていく。それが終われば、いよいよシステムの本稼働だ。これから忙しくなるぞ。荒木社長がプロジェクトメンバーたちにそう告げた。大変な仕事だと分かっているが、誰も嫌な顔をしなかった。メンバーの間には確かな絆があったのだ。またしばらく経って、俺は社長の肩役としてせっせと働いている。もう片方の翼はあの岡村さんだ。俺も彼も荒木社長から直々に実力を認められた人間であった。その頃には俺は岡村さんの勤勉なところを尊敬するようになっていた。まあ尊敬はしてますけど、思い込みの激しさと視野の狭さはどうにかした方がいいですよ。そう正直に言うと一瞬怒りそうになる彼。しかし至って冷静に言葉を返してきた。君もその思ったことをすぐに口にするのはどうにかした方がいい。決して仲良くなったわけではない。だがこんな睨み合いを続ける関係も悪くない。一切の忌憚もためらいもなく意見を交わせるからだ。人間は不定形である。いい人が悪い人に、悪い人がいい人に。いくつもの不幸と幸福を経験してきた俺もその例外ではなかった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。